皆さんおはようございます。ハイサイ教会デビルの時間が来ました。いかがお過ごしでしょうか。昼前のひととき FM 小座をお聞きくださり心から感謝いたします。この番組は皆さんの身近にあるキリストの教会を紹介する番組です。いつでもどこにでも目にする教会ですが、教会のことはよく知らないという方が多いと思います。本当は教会は皆さんの役に立っていて良き相談相手でもあるのです。また誰でも気軽に入れるのが教会なのです。そして皆さんのどんな問題にも解決の力になれるのが教会です。この教会を正しく紹介するのがこの番組です。1時間生放送でお送りいたします。どうぞ最後までお聞きくださいますようお願いいたします。また楽しいゴスペル音楽をはじめ賛美歌や琉球民謡もおかけしますので、音楽も楽しんでください。ではまず聖書の言葉をお読みいたします。詩篇28編1節から9節まで。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じにされないように。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを呼び求めるとき、私の手にあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、どうか悪者どもや不法を行う者どもに一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。彼らのすることと彼らの行う悪に従って彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。彼らは主のなさることもその御手の技も悟らないので、主は彼らを打ち壊し立て直さない。褒むべきかな主、まことに主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私は心を小躍りして喜び、私は歌を持って主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなっていつまでも彼らを携えていってください。聖書の言葉でした。はい、皆さんおはようございます。ハイサイ教会デビルのパーソナリティは那覇で牧師をしております山内です。よろしくお願いいたします。久しぶりにこの番組に出てきました。そうですね、いつも泉さんに頼んでしまうんだね。本当は私が主役なんだけどね。そうですよ、サボりが多すぎるんだね。大変申し訳なく思います。まあ、キリスト教のお話に、ね、なりますけれども、どうしてもでも世界中でね、一番宗教と言った方がいいのかな、はい、その中でクリスチャンが多いんですよね、はい、次がイスラム、ね、次は仏教ということでね、こういうふうにいきますけれども、でも世界中のおそらく8割方が何らかの形で、神様を拝んでいる、信じている、はい、ということになりますね。まあ、神様がいろいろ違うとは思うんだけれども、無神論というのは非常に数からすると少ないですよね、うん、まあ、その中でもね、日本沖縄がとても多いとは思うんですけれども、世界で、ね、一番多いキリスト教についてね、お話をする番組でもあります。また世界中に、存在している教会、キリストの教会というね、この非常に不思議な建物といえば建物、また人々の集まりといえば集まりでありますけれども、そのことでね、今日もお話ししていきます。どうぞ皆さんね、キリストの教会、教会ってどういうところなんだろうか、あるいは教会に来る人ってどういう人たちなんだろうかということもね、合わせて聞いてほしいと思うんですね。
はい、泉さん、では1曲聴いてから、まあついでに CM も行ってからお話ししましょうか。はい、はい、そうですね、お願いします。それでは本日のオープニングナンバーに参ります。プレイズステーションでどんな時でも。あれ、あの山からなんかこう流れてくる海が、そうなんですね、うん、なんかあんまり時間がなくて礼拝の後行って3時4時ぐらいから始まって、バーベキューだけして、うん、夜の集会して帰る感じだったので、うん、なんだ、そう、今度行きます。なんかいろいろ来てるよ。あ、シマンチュの宝聞こうか。あれいい歌じゃない？ビギンのシマンチュの宝、リクエストお願いしますってあるよ。来てる？はい。ね。シマンチュの宝は聞きますか、先生？ね。そうしようよ。宜野湾の下見行ったの？宜野湾じゃなくて、あの恩納村にある。BBQ のバーベキューのね、はい、参加したかった、はいはい、そうよね、バーベキューいいよ。このうちの教会もやるみたいよ。あ、いいですね、うん、特殊な建物が建てられてるの。でも何だかあの地は、心が癒されるっていう感じするよね。いいでしょ。よかったです。そんなあの台風がちょうど土曜日に来て、夜に、うん、で大丈夫かなって言ってたんですけど、あんまりね、影響は来ずに、風も結構あって、その日弱く、あの台風が弱く
大低気圧に。ブルちゃん誰かが必死に祈ったからね。そうです。子供たちが。だよね。キャンプができてやる。キャンプ行きたいともテンションもう上がりまくりで、うん、11時になっても騒いでましたけども。だから神様を聞いたんだよ。子供の祈りに神様が応えるからね。うん、先生、神は死んだのか見ました。神は死んだのかという映画が見ました。なんか超ヒットして2ができるらしいです。あ、そうなの。あれ良かったよ。ね。うん、すごいですよ。これが。うん。制作費が2億4千万だったのに、うん、売り上げが。収入が、興行収入が73億円だったから、今度は結構すごい、30倍じゃない。あのキャストを揃えてやるらしい。あれはね、まあみんなに見てほしい映画だよね。結構あの、実話に基づいてやってるんでしょ。うん、はい、曲をかけしました。はい、キリスト教についてお話しますけれども、まあ、あの何度も言いますけれどもね、聖書というのがキリスト教の基本的な教えですよね。聖書を読んで私たちは、クリスチャンたちはとても恵まれていきますけれども、はい、聖書をなくしてクリスチャンって存在しないでしょう。あの聖書毎日読んでるんでしょう。はい。ね、聖書を読んだら、あ、今日の一日の言葉というのも時々出会う。そうですね。ね、朝読んでいたら、はい、ちょっと目に留まってね、心に残る箇所が出てきます、はい、ですからクリスチャンにとって聖書はね、毎日読んでいくものでありますけれども、毎日読んでいくとその時々同じところが違って教えられる、違ってというのは、うん、新しく教えられるんだよね、うんうん、あれ聖書って面白いねと思うね。この間こういうふうに感じたんだけど、まあ半年後に同じところ読むとあれって違うし ね、もっともっとなんだかいい意味があるよとかね、そういう教えをいただくのが聖書なんですね。で世界中にはいろいろね、たくさんの書物がありますけれども、聖書ほど、出版されている本はない。そうよね、はい、ですからね、本当はあの聖書は私たちクリスチャンだけではなくてみんなにお勧めしたいなって思うんですけれども、泉さんどう、うん、ね、クリスチャンでない方々でも聖書から教えられるのたくさんあると思うんだけど。そうですね、なんかもう本当文学的に最初に読む人もいらっしゃいますしね、うん、これが歴史だと思って勉強していって、うん、それが自分の信仰に変わるっていう方も私見ましたね、うん、本当ですよね、はい、ですからね、聖書の凄さを皆さんにね、
体験してほしいなと思うんだけれども、私はホームレスの皆さんや刑務所から出て行き場のない方々、あるいは、ね、犯罪を犯した方々の支援を、支援と言ったらおかしいけれども関わりを持っていましてね、特に刑務所にいる方々へ面会に行った時とか手紙のやり取りをしてますけれども、その時に進めるのが聖書を読んでね、うん、ということなんですね。特に箴言を進めます。箴言、うん、っていいでしょ。箴言はねよく私も厳しい、はい、でもすごいこう分かりやすくて、箴言こそ社会人の人たちは毎日読んでったらちょうど31まである、31章まである、1章まであるので1ヶ月でそれを読み切ることができるっていうね、うん、感じなんですけど、私が箴言について教えられたのは、うん、ここのラジオ局でミキサーを担当するようになってからなんですけど、月曜日の担当者たちがいるじゃないですか親分はイエス様はい、はい、刑務所出身者の皆さんにはね、そうです、僕らの言葉では大学と言いますけど、その大学をね、うん、卒業された方々が、うんうん、よく箴言は突き刺さる書物だとそうなのよ言ってますよね、うん、刑務所にいる方々のみならず私たち人間にとってこの箴言、戒めの言葉というのはとても大切よね。そうなんですよね、本当に人生の中で突き刺さるような、うん、格言みたいなね感じでも書かれています。そうよね、だから、はい、一つの言葉にお金を貸しても利息取るなとか、そうあるよね、ありますね、うん、鉄は鉄によって研がれるが、友はその友によって尖れる、人はその友によって尖れる、人はその友によって尖れる、うん、まさにその通り、ね、そうだな、付き合う人によって変わるなと思いますね、うんうん、またこの教会でもそうですけど、このラジオ局でもスタッフとして働いている泉さんなんかもそうだと思うんだけどさ、はい、やっぱ会う人会わない人いるじゃん、まあ、どこでもいるよね、はい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 、だけどそういう人とも仲良くしないといけない、愛さないといけないということで、だん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 ね、愛せるようになるには尖れる、そう、忍耐が必要、ね、そうだからさ、ここに、ここ嫌だな、この人たちとも嫌だなと思って次のところに行くと、でまた同じでしょ、ね、次の移ってもまた同じ目に遭うしね、ね、そう、教会とかでもよく教会は合わなかったって言って、うんうん、どんどんこう教会を変えられてる人たちに、うんうん、牧先生が言った言葉がすごい印象的だったんですけど、うん、あなたが問題ですよってそうなんだよ、教会が合わないんじゃなくてまず自分を見直してくださいとね、うん、いう言葉が、ね、まさにその通り、だからね、やっぱ人はその友によって尖れるんだよね、うん、いい友達を見つけること、うんうん、いいアドバイスをしてくれる方を見つけることが必要よね。そうですね、よくね、僕ら、まあ、牧師やね教会の指導者たちは相談を受けるのが多いじゃないですか。だからその人の問題に対して同調する傾向がある、そうよね、うん、あなたの言うのは正しいよ、それはね良し悪しなんだよね、うん、そうですね、そういう相談に来る人の問題に対して、うん、そうよと言ったらね、これ問題解決本当はならないでしょ、うん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 、ただあなたの思いに賛同してるだけですよ、うんうん、でもその問題は一時慰められるんだけど、それによってその問題は解決されない、そうですね、また起こっちゃうよね、だから段階がね、うん、ありますよね、うん、同調したら次は戒めとか、うん、そうそう、なんて言うんだろ う, こう正しいね、正しい、そうそうそう、うん、教えをしないといけないよね、ですね、うん、だからね、僕、私はもう16年目ですけどね、牧師になって、うん、だからね、いつも苦労するのは、信徒から電話かかってきた時にね、うん、ちょっと相談があります、うん、という時はビクッとするのよ、うん、
いい相談ってないのよ、まず。相談っていうのはもちろん、はい、悪い相談よね、はい、そうですね。だけど先ほどね、あの泉さんが言ったね、あなたに問題があるんですね、あのよくねこういう言葉がありましたよ。この教会愛がないんです。うん、ね、よく聞きますね。いやね聞きます。いやそれをねちょっと考えてごらん。じゃああなたは愛あるの？うん、愛ある人はね愛がないと言わないよね。うん、確かに愛がある人はね、うん、あなた愛がないですねって言わないじゃん。はいはい、ね、だから教会に愛がないという言葉をもし思いを持つんだったら、あ自分に愛がないんだなって。うん、そういうふうに見たらね問題すごく解決するのよ。うん、ね、そうですね、うん、自分に問題があるということになるんでしょう。うん、はいはい、はい、メールが来てるよ。こんにちは、はい、自分も教会を転々とした経歴があるのでわかります。うん、いやありがとう、その通り。そうですね、あの実はね私もね6つ教会変わりましたよ。うん、あの結構信徒の時、うんうん、そう。でもね私がねあの教会変わった理由は私は感情でね動かなかったんです。うん、それはね大変な失礼な言い方だけどメッセージにね納得できなかった。だからメッセージ先生終わった後に、ね、先生ちょっと質問いいですか、うん、質問する、それが多かったんで怒られちゃった。うん、怒られる。そうそう、だからあもうじゃあ次の教会でまたそのメッセージ聞いてみようかって言って次の教会を移るわけですよ。メッセージがね私の場合基本でした。判断の基本、うん、人とのお付き合いとかねそういうもんじゃなかったね。うん、やっぱりあの、うん、まあ好きでない人もいたしね、で好きな人たちも いたしね、そういう面ではねこういう感情では左右されなかったね。なるほど、そっか。私メッセージがね、うん、あの基本でした。うん、そっか。いろんなねその人に合ったあの判断基準っていうのが教会あると思うんですけど、まあそういう人一緒のやっぱり思いを持ってる人たちは同じような感じの教会形成になっていくと思うんですけど、うんうん、いろんな教会があってね、そういろいろなタイプがあっていいと思うしね。そうですね、うんうん、あの私たち人間個性があるようにね、うん、いろいろな教会があっていいと思う。 そうですね、それがねあのプロテスタントの非常に大切なところだと思いますよ。うんうんうん、だからあの縛られないようにね私たちはこういう特性があります、私たちはこういう特性があります。そうです ね、 ね、うん、そういうのが大事じゃないかなって思いますね。神様はねその教会、うん、教会にカラーを与えて、うん、あのや運営してるから、うんうん、でも大体はあの牧師のカラーになっていくんでしょ。まあ、確かにそうですよね。でもそれがいいと思うよ、うんうん、だって任されちゃったんだけどね。 そうです、その教会の頭だから。そう、先生の思う通りに、うん、っていうか、うん、神様がそういうふうに導いてると思うので、ね、うん、で責任取るの牧師やもん。そうですね。だからね皆さんあのもしね教会に合わないとか思ったらね、うん、まああの少し我慢してね、うんうん、できるだけ忍耐して、はい、居座って、そうですね、ね、そして教会を愛するように、うんうん、牧師を愛するように、うん、祈ってみたらいいと思う ね、 そうですね、愛することができるように。そう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 、やっぱりね人だから愛せない人なんてたくさんいますよ。そういうこと、許せないこととかもありますし、そうよ、うん、それがやっぱり人間の本質だけど、そこで自分がどういうふうになるかはね、うん、そこからの自分の判断ですよね、うん、ね、許すんだったら本当にその後すっきりして誰も憎まないでね暮らすこともできるし、そういうこと、 ということでメールも来てるんですよ先生。はい、どうぞ。メール読みますね、うんうん、今の話にもう、俺もぴったりの。あ、そうなの。はい、はい、はい、じゃあお読みします。いみっちゃおじさんからですね。はい、おはようございます、いみっちゃおじさんです。
自分がフェイスブックである事情から自分自身を許せない自分がいて、招いてる病気の話を書いたら、脇坂さんが素敵な書き込みをしてくれました。以下は脇坂さんが書いた文面です。おはようございます。足心配ですね。痛みが癒されますように。日賀さんの良いところ言いますね。良いこと言いますね。アーメンです。聖書にもこんな箇所があります。ルカの福音書6章の37節より、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に裁めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。脇坂さんは本当に素敵な人ですね。私が弱っている時に心に残る教えをくださいます。番組を通じてもお礼をしたくてメールをしました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まさにその通りよね。人を受け入れることを、許すことが人間の基本的な生き方ね。その生き方を教えているのがキリストの教会であり聖書なんです。そうですね。なんかその前も私、リスナーさんに言われたことがあって、人を自分の息子を殺された、あの家族がいて、その家族は犯人を許せないと思うんですけど、それでも許さないといけないんですか、ってちょっと相談があったんですけど、あのですね、それに対して私ちょっと考えて、神様は私たちを許してくれたじゃないですか。だからそう、私はそんな殺人とかを犯したものじゃないかもしれないけど、それを神様が私のために許してくれたんだから許すっていうのがね、キリストの教えですよっていう話をしたことがあって、それを今思い出しましたね。本当ですよね。多分ね、自分たちが当事者になったら本当にできるかねって思うかもしれない、でもできるよというのも簡単かもしれないよね。そうなんです。実際は当事者になってみないと分からんけど、ね、でも聖書はそういうし、私たちが信じている、生きているイエス様はそう教える、で本当に実際に実行できたのはイエスキリストのみではある、だけどその教えに従って当事者になって、またできた人たちもいるよね。そうですね。黒人のあのヘイトクライムで殺害された家族はもう 5,6 名ですか、その家族が許しますと、犯人を目の前にして語りましたね。でオバマ大統領もその追悼式に来られて、一緒にアメージンググレースを歌って、黒人と共に教会は今まで形成されてきましたと告白したんですけれども、その動画を見て私もすごい心に響きましたね。本当ですよね。私たちはすごいすごいね、一番幸せな人種かもしれません。クリスチャンは日本人じゃなくて、沖縄人じゃなくて、クリスチャンは世界中のクリスチャンが最高の教えをいただいているんです。そうですね、僕らはね、それをまた実行したイエス・キリストを信じている、神様救い主として受け入れているクリスチャンですから、私たちがね、ある面で最高の生き方をしているし、最高の人生を歩んでいると私は信じているんですけどね。こういうの教えはね、私、クリスチャンでない時は聞いたことなかった。目には目を、そう、仕返しして当たり前だ、ね、俺の悔しさが分かるかということだったんだけどね。本当よ。そうですね、で教会に来て聖書を勉強して、わあすごいな、ね、そういうふうに、教えられて考え方も変えられちゃったね。これが、はい、すごいすごい教えでありました。皆さんにね、ですからお願いしたいね、どうぞ聖書を読んでください。あるいはね、教会に来てね、教会ってどんなところって体験するのも私はね、いいと思うんだけど、
はい、皆さん、まあまあ楽しいお話だったと思うんだけど、泉さんどうだったかな。はい、なんか今日はテーマをね決めてなかったんですけれども。そうなのよ、出たとこ勝負いい感じでまとまりましたかね。はい、じゃあね、はい、リクエストあったじゃない。はい、シマンチの宝、ね、はい、一曲お届けしたいと思います、ね、聞きましょう。教会ではそうですよ、手の教会にはとっても出たら、ね、礼拝賛美があるでしょ、賛美というか踊る人々を前に、うん、いいですね、クリスチャンじゃないんだ。あ、そうだけど結構ね、ダメじゃないですか。私はね、いや皆さんがダメと思うんだったら皆さんが直接言ってる、本人私はいいよ、私はいいから、踊りなさい、どうしてもいい、こういうのは先生が一緒に言うべきだと言うんだけど、もう私はいいと思ってるんだけど、言うの反対してる人が説得したらいいですよ、ノンクリスチャンには。扱いが難しいです。難しいです、うん、基本的にね、私はクリスチャンを追い出すよ、うん、だけどノンクリスチャンを追い出すのね、うん、あの時救いの機会を逃がしたのは誰って言われるかもしれない、うんうん、すごい、うん、で、とうとうね受け入れることになった、うん、みんな、でもその間ね、数ヶ月かかるんだけど、あれが受け入れない、ね、ストレスたまる、うん、ですね、好きちゃう、また渡るの、確かにね、うん、でもね、解決したらね、あーよかったなって思う、周りの人たちが忍耐ですね。そうだねそれで学ばされてる、うちのね、信徒かわいそうよ、役員たちに私に忍耐しないといけないわけそういう方々にね、忍耐しないといけないわけ、結構牧師先生がしっかりやる方が多い、そういうね、うん、私はいつも流れに任せる、どうぞ好きなようにやってください、うん、コマーシャル見ておくもん、あ、入れますね、この後で、ちょっと障害持ってる子がいる、うん、はいはい、その子よく前に出て踊るの、うん、すごい、お腹の子もじゃあ止めたらいいんじゃない、あ、そっか、それでみんな何にも言えなくなってた
いつも踊るのはもう70近い女性だけどね。子供はよくて大人はダメなの。その人は普通の人だ。普通のおばあさん。楽しくて踊ったら。そう。次もじゃあ、香原ともにかけてます。あ、かけようか、うん、ねえ、せっかくリクエストだからさ、どういう歌を歌うか聞いてみたい。ん？あ、この歌で歌ってるのが、久兄さん聞いてますかね。次かけますよ。はい、いい歌でしたね。シマンチュの宝、沖縄のメロディーというのかね、私はこの歌大好きなんですね。サビコももちろんゴスペルも大好きだけど、こういう歌もとても大好きで、はい、どんどんクリスチャンの番組だけど書きたいなと思います。泉さんはどうだかわからんけどね。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はいアガペーですね、無償の愛ですねというのはね、届いてますけれども、表を、高校生なのかな、中学生なのかな、何、高校生、小座高校、ありがとうね、夏休みかな、ね、何やってるの、バレー、マラソン、マラソン、駅伝、陸上部、はい、頑張ってね、頑張ってくださいありがとう。みんな真っ黒日焼けしてはい、ね、スタジオの外を ね、高校生の皆さんが、はい、笑顔いっぱいで通っていきました。感謝です。いいね、はい、いいな夏休み。あ、ここは夏休みないんだ、うん、あFM 講座って夏休みないの。まあね、社会人になるとね、うん、あまりこう長い休みがないんですけれどもそうだよね、学生いいなと思って、ね、うん、一番人生で、今までの人生でね、楽しかった時代っていうのがあるでしょ。ありますね、まあ、泉さんまだ若いからいや若いから、いやいやいや、ね、やっぱり高校は楽しかったですね。だよね、うん、高校生って一番楽しかったんじゃない。一番楽しかった、ね、うん、あ、本当にそう思う。大学生になるとね、うん、大学ももちろん楽しかったんですけど、うん、大学ってこう選ぶ授業が多いじゃないですか、うんうん、だから友達が変わるんですよね、うん、でも高校はもうずっと一緒 のメンバーでね、そうよね、やるのでそうなんすごいこう仲良くなりましたね、うん、もう
で、まあ、受験戦争に入ってる高校もたくさんあると思うんだけど、私の場合は沖縄水産というね、船乗りになる高校でしたので、まあ、勉強なんかねもともとできなかったんでね、やる気もしなかったんだけど、遊び歩いてとても楽しかった。でも学校も楽しかったようん、いいですね。いい、もうなんていうかね、やりたいのが全部できたっていうのかね。で友達がたくさんいたから、うん、ね、はい、小座高校の皆さんがねちょっと楽しそうに行ったんで、その話になりましたけれども、アガペーですねって来てるよ、無償の愛、本当だよね。なかなかそういうのはね難しいんだけれども、そうなりたいね、うん、ですからいつもね、特に牧師でしょ、多くの生徒信徒の皆さんお相手するしね、いろいろなところで、活動するわけですけれども、いろいろな人に姿を見せないといけない、態度を見せるでしょ、うん、その時にいつも気にしながら動くんですよ、うんうん、一応牧師という特殊な職業よね、人から見られる職業です ね, ね、ですから、これあんたそれでも牧師、本当に牧師って言われる言われるんですのが辛いじゃん。そう言われたらさ、もうなんだかイエス・キリストに申し訳ないと思うじゃない。でなるべくそう言われないように努めるんですけどね、ある時 ね私の友人のお姉さんに紹介されたんですよ。初めてお会いするお姉さん、はい、私の姉ですって紹介されてね、その時にはそのお姉さん私の姿頭から下まで見て、え、本当に牧師さんですかって。いや、あの時ね本当にまずいなと思った、はい、変な格好してたまたま変な格好をしてその友人の家にね、はいはい、連れて行かれた、うんうん、そしたら、まあ、お姉さんが同居していて、はいはいはい、そのお姉さん紹介するからあちゃーと思ったんだけど、その時にね本当に後悔した。うーん、そうなんだ。やっぱ外に行く時も少し格好というの、はいはい、うん、まあ気をつけるべきだなって思いました、うん、ですから、はい、気をつけてる、言葉遣いにも、あ、うん、態度にもね、できるだけ気を配るようにしています。ですから毎日ね、家から出るときに、あ、出るときじゃないね、朝の祈りあるでしょ、うんうん、蒼天の祈りがあるし、はいはい、まあ、寝るとき夜もね、祈って寝るんですけど、いつもね頭に手を置いて愛の人にしてくださいって祈るのよ、うんうん、なかなか愛の人になるの難しいでしょ、うん、そうですね、ね、難しいですよ、難しい、はい、ね、特に牧師も難しい、うん、みんな愛さないといけない、確かにね、先生いろいろ抱えて ね, ね、いろいろやっぱり働きが大きいと、いろんな問題がたくさんあるじゃないですか、それぞれの、で、その人の問題ってやっぱりね、コミュニケーションってちょっと難しい、難しいよ ね、仕事っていうよりもね、うん、そっちの方がこう頭にきて、うん、頭の中でいろいろ考えなきゃいけないからね、うんうんうん、だけど仕事をたくさん持っているということはたくさんの人と関わっているということよ ね、うん、まあ、確かにそうですよ、毎日ね、もう今日も朝、9時前からミーティングでしょ、ミーティングする、そしてスタッフとミーティングして、はい、こう、じゃあ今日講座でねラジオがありますから行きますねという、こう行こうとする時ギリギリまでもこういうことああいうことって来るでしょう、大変ですね、だから大変よね、で仕事があるとその仕事に関わっている方々とどうしてもね、接触しないといけないんでね、いや、腹の中はね煮えくり返るけど顔に表してならんとかあるでしょ、ありますね、ね、だからね、愛の人にしてくださいって本当に真剣に祈るんですよ、そしたら
神様って不思議な神様よね、うん、じゃあ愛の人にしてあげようって、うん、そしたら誰が来ると思う？一番嫌いな人が突然来るんだよね。そして問題が起こるのよね。はいはいはい、って、この時にきつい言葉、うんってしっかり飛ばそうかなと思うんだけど、うん、他愛の人にしてくださいって祈ったしな、うん、ミスはミスだけど優しい言葉で正しく、うん、注意しようと、ね、そういうふうになるんですよ、うん、ですから、まあ、僕らは牧師だから、はい、いろいろな勉強するじゃない、うん、いろいろな本読むでしょ、うん、その時にね、あるアメリカ人の、あのメッセージ、アメリカ人の牧師のメッセージ聞いてね、はい、愛の人にしてあげようね、じゃあ愛の人になるチャンスをあげるって、うん、神様が簡単に愛の人にしてくれないのよ愛の人になれる、なりたいんでしょ、うん、そのチャンスをあげるから、はい、あなたに一番嫌いな人を あなたにね、こう苦手なタイプを、そうそうそう、あなたの前にね、はい、連れてきますから、はい、愛してねっていいって思うじゃない、思います ね、そういうふうなことじゃないよってそう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 いうことじゃないよみたいな感じに神様言いたくなる言いたくなるよね。でもあなた 愛の人にしてって言ったじゃんって、そうだから、うん、その祈りって不思議ですよね、うん、あの魔法じゃなくて、うん、もうその過程を神様やっぱり与えるっていうか、やり方がちょっとやっぱり人間的ではない、ないね、ないですね。だから神様自身がさ、まあ、イエス・キリスト自身が不思議な神って自分自身で言ってるね、うん、本当に不思議な方法で、そうですね、教えてくれるのよ、示してくれるのよ。やっぱりそういうふうに祈って、あのそういう人が来た時に、自分でそう愛の行為じゃない行為をした時に、はっとやっぱり思って、そう、あ違う、これは神様からの訓練だとかね、うん、感じたりとかだからね、あの 2,3 日前もあったんですよ。あちゃーテストに失敗したなって、神様 愛の人にしてあげるよ、愛の人にしてあげるからね、うん、じゃあはい、これ実践してって来るんだよ、うん、そしたらさ、このそういう祈りを忘れて、祈ったことを忘れて、苦々しい思いが来るんだろうね、はいはい、その時、うん、あっちゃー今回もテストに私失敗した、落ちちゃったって思うんだわ死ぬまで本当に、天国行くまで、そうだね、訓練続きだと思います、うん、そうだと思うね。はい、それでもイエス・キリストを信じて、とてもとてもいい人生を送ってると信じてますよ、感じていますよね、はい、泉さん、そうですね、アーメン、はい、アーメンです。じゃあ、一曲聴いてみようか。はい、それではですね、ひさにいさんからのリクエストで、加原朋美で I'm Proud お届けいたします。はい、
はい、今日は J-POP 祭りですね。いいね、こういうこともね。先生寛容ですね、本当に。はい、私はいい加減な牧師で通ってますからね。いや、いいと思いますよ。いいよね、うん、自由な生き方でいいかな。はい、でも時々はみんなの目を気にしてますからね。ね、いつもね、いつもね、うん、あの、なんていうかな、少数派の声を優先する。うーん、珍しいですね。ね、うん、昔ね、あの、教会始めるときにそれがあったんですよ。うーん、教会鍵かけないで、はいはいはい、24時間オープンした、はいはい、一切鍵かけない。ゆうまる教会今もそうよ、鍵かけないんです。でも鍵かける派が多かった。まあね、今のこの時代、物騒だしっていうのもあると思うんですけど、うん、でもね、かけないで、こう弱い人たちがね、いつでも教会にね、来れるようにしようよと、逃げ場にしよう、という形でね、押し切っちゃったわけ。だからね、反対する方々に言いましたよ、教会たくさんありますから、ね、そういう教会に行かれてください。彼ら行き場がないんです。うん、そうよね。うん、そうですね。私が今行ってる教会も24時間祈ってもいい感じに今してるかな、ね。うん、来て祈ったり、うん、はい、特にあの信者の皆さんね、信徒の皆さんが自由にいつでも礼拝できたらいいじゃない。うんうん、夜中に泣きたい時ってあるじゃん。ありますね、行き場所がなくなったりとか ね、 ね、僕なんか夫婦喧嘩よくしたんだけど、その時にさ、もう教会で逃げるしかないじゃない、うん、母ちゃんが強いから、ね、だって逃げ場、行き場がある、この自分が行ける場所があるというのはとても大事だと思いますよ。そうですね、うん、だからね、教会は鍵かけなさんなって言ったら怒られるね。いや、でもかけていいですよ。本当なんか人間的に、うん、こう誰かに相談したら、あの、解決するとかすっきりするっていうふうに思うじゃないですか、うん、やっぱり人間って。でもやっぱり神様の前に出た時にのすっきり感とか、最高、最高。これね、経験しないと分からない ね、 ね、分からないですよね。もう本当それで平安が来て、うん、あ、大丈夫って思える、うん、ところがやっぱり教会、ね、神様のところなの で、 そうなんですよ。何かあったらベタニアチャーチ来てね。来て、はい、まあ、そしてね、はい、またまた元気を出して、そう、元気がね、神様からもらえたら、うん、本当に違う元気感じたことのない元気が ね、うん、ね、来ますからね。はい、ぜひぜひ皆さん、空いてる教会ベタニアチャーチとかね、他も空いてる教会多分あると思いますよ。あるあるあるね、うん、絶対あるね、うん、行ってみてくださいね。はい、あ、もう時間だ。はい、はい、今日はありがとうございました、はい、リクエストをくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントしてくださいまして感謝します。はい、ガッドブレッシュ。本当に神様の祝福がありますように。健康の祝福、経済の祝福、平和の祝福がイエス様からあります。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。今日も一日、素敵な一日をお過ごしください。はい、皆さん、さようなら。来週またお会いします。ごめんね、約束できんけどお待ちしてます。はい、本当に感謝します。